ことなかった北中グスク。こんにちは。こんにちは。はい、10月17日水曜日、今回でなんと90回目の放送になります。今日も元気に金城と松村がお送りする番組、来たことなかった北中グスク。この番組は1時半から2時までの30分間放送しております。テーマとしては北中グスクに関連する魅力的な人、物、こと、イベント等を紹介しており、土曜日は生放送フリーでお送りしております。またラジオを聞き逃した方にも、公式 Facebook ページにて番組の動画を配信中。検索方法はカタカナで来たことなかった、漢字で北中グスク、グスクはお城の城と書いてグスクと読みます。 Facebook ページでコメントかメールでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは radio.kitanaka@gmail.com、 ラジオ .kitanaka@gmail.com までお寄せください。よろしくお願いしま す。さあ、松村さんも10月17日ですよ、はい、早いですね。台風も過ぎそうですね、あっという間の10月、ね、今日はもう台風過ぎての直の言っちゃうけど言っちゃうけどね、まあね、収録ですからね、収録させてもらってますので、はい、まあいろいろあってで、ね、あの北中グスクも、はい、祭りとかね、ちょっともう一旦終わって、終わってね、ちょっと続いた感じがしますけどね、うん、だがしかし、だがしかし次の祭り準備します。秋は多いですね。そう、本当にイベントが、あの目玉の北中グスク、はい、まあ何番目の目玉か、何番目の目玉、あの冬にひまわり祭りするんですよ。はい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 、はい、そのひまわり祭りの種まきが、はい、そろそろ来ますんで、来月ですかね、ちょうど。そうですね、11月18日にね、種まきがあります。多分去年とかあれじゃない、各団体、子ども会、青年会、老人会、婦人会とかの代表さん、うん、皆さんで種まきしてとかってね、うん、やってたので、おととしはこの種を持って投げてたんですよ、うん、で投げてたんですけど、糸満の方ではちゃんとこうなんかね、この土こうやってかぶせてやってて、でそれがテレビに乗って、あれやばいんじゃないのってなって、去年からはちゃんとこうあのね、いやいやいや、土に穴開けて埋めるようになったんですけどね。まあ僕が見た限りではこの2年間はこう投げてましたね。キャッチボールするんじゃないかぐらいこう投げてましたね。皆さん、まあそれが自然な、そうですね、見せ方ですよ。見せ方なんですよ。見せ方的にはすごい良かったですけどね、はい、まあそれからいろいろ試行錯誤で勉強して、はい、埋めたりで、そうですね、で今回ね、今回はまたなんか違うんだよね。そうですね、以前紹介させていただいたんですけど、うんうん、今年は区画を分けて、うん、もう地域の皆さんと一緒にこのひまわり畑育てようということなんでね、区画別で、はい、それぞれで管理してくださいと。そうですね、中には基地の方だったりとか、もうそれはもう垣根超えてますよ、本当に。あららららはい、いろんな方がね参加されて今年の祭りを作り上げますんで、ひまわりは世界をつなぐつなぎますね。サンフラワーで、はい、楽しみですね、はい、ということでこれからも北中グスクどしどしイベントがあるということなんですけど、また近いイベントがね、はい、この10月の26日お、もう来週ですかね。北中グスクといえばのもう一つのイベントですよ、はい、この、ね、祭りにはなってないけどね。そうですね、今北中グスクでもう4大祭り応募中みたいな、もう候補としてなるんじゃないかっていうね、あの北中グスク、はい、潮騒祭り、はい、青年祭り、はい、ひまわり祭りに次ぐ大きな北中グスクのイベント、イベントですね、これは。ということで本日は、はい、グスクヨガから3名のお客様にお越しいただいてお話を聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。毎回このね、段取ってないから ね、みんなね、こうどうしてるのかなと、3人いるからね、私喋っていいのかなってなっちゃう。誰みたいな、はい、じゃあ先頭を切って、はい、今回北中グスク村役場からもお越しいただいてますので、はい、じゃあ中曽根さんからちょっと自己紹介をよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。もう4年目になるんですけど、うん、グスクヨガ担当しています中曽根と申します。はい、お願いします。よろしくお願いします。
じゃあ、はい、はい、お願いします。今回2度目です、うん、グスクヨガでヨガを担当いたします玉木瑠衣と申します。お願いします。お願いします。そして最後に、はい、今回初体験です、アウトドアショップネオスの徳里と申します。イエーイ、よろしくお願いします。ですよね、この10月26日中曽根さん、はい、グスクヨガをやるということで、はい、ちょっと周知をお願いしていいですか。はい、毎年たくさんの方に来ていただいてるんですけれども、今年はこれが第1回目になるんですが、夜ちょうどその週満月にあたりまして、前日25が満月かな、うん、でその木曜日満月、金曜日お仕事終わって、うん、皆さんがその中城城に集まって満月を見ながらヨガができるようにということで、うんうん、今回はネオスさんも協力していただいて、うん、キャンプ場をイメージした中で満月を見ながらヨガをしようというコンセプトになっております、うん、あ、なるほど。なのでこの村役場の中曽根さんとヨガの講師の玉木さんとプラスネオスから徳里さんが来たっていう今回のつながりですね。はい、はい、徳里さんがヨガ教えるわけではないんですよ。私は教えられないこのキャンプ用品の紹介とか会場を、はい、アウトドア仕様にさせていただきたいと思ってます。はい、はい、じゃあ今回このグスクヨガの講師を2回目はいということで玉木瑠衣さんお越しいただいてるんですけど、はいはい、ご出身は北中城ではないんですよね。住まいが南城市です、うん、はい、どんなんですか、1回目講師とかやってもらったと思うんですけど、はい、この北中城、ましてやこの世界遺産で経験するヨガってどうですか。はい、南城市でもグスクとかそういう聖地でヨガはさせてもらっているんですけど、はいはいはい、やっぱり何が違うかっていうと、この広大なスペースというか、見晴らしのいい景色とか、うん、立派なこの石、山の角、そうですね、そういうのがやっぱりそういうのとともにこのヨガの時間を過ごせるっていうのが、うん、なんかこのプレミア感あさせてもらえる方もすごいありがたいですし、うん、また去年も一昨年も参加者として参加してますので、うん、あ、そうなんですね、はい、個人的にも好きなイベントなんですね。中曽根さん、この世界遺産でヨガ、ましてはこの今回このキャンプ用品、はい、キャンプ場をイメージしたって言って、はい、参加料お高いんじゃないんですかそれがですね、ひかるさん、はい、今回無料になってます。あらららららら、これラジオ聞いた方の特別ではなくてこのラジオ聞いたら無料みたいなそんなんじゃなくて、じゃなくてね、ここは皆さん、いい経験しますね。あれですね、今までは通常1000円でヨガのチケットを販売してて、そうですね、村民500円、はい、割引もあったんですけども、村民でも最低500円はね、うん、必要だったのに、うん、なんと今回0円0円です。すごいですね、さすがもう北中グスクさんやりますね、やりますね今年一発目のヨガね。徳田さん、はい、今回このキャンプ場をイメージしたってことなんですけど、はい、どういったグッズっていうんですか、どういったものがお持ちする予定ですか。そうですね、やっぱり来ていただいた皆さんにですね、ゆっくりくつろいでいただきたいというところもございますので、うんうん、テント、タープ、どう、またチェアにテーブルですね、またレジャーシートであったりとか、うんうん、ゆっくり寝そべられるような感じの場所にできたらなと思っております。タープって松本さんタープってタープです、タープ、なんだろう、なんだろう、なんこんな感じ、ちょ、フライヤーのですね、あ、中心のこういった屋根だけのやつです。なるほどなるほど、はい、テントじゃないけど、うん、ちょっとね、なんか棒で布をひどことで言えばする布張ったみたいな、風よけみたいな、はい、火よけみたいな、火よけみたいな、風よけ、へえ。あとなんかご参加の皆さんもね、お気に入りのラグとか、うん、レジャーとかマットとか持ってきてんですか。持ってきていただけた方がね、いいですよね。そうですね、うんうん、じゃあこういったこのいろいろグッズを持ってきてくれるんですけど、このちなみに当日販売とかもあったりするんですか。販売はですね、今のところ検討させていただいているところです。じゃあもしいい商品見つかったらネオス様の方へお越しくださいみたいな形で、はい、いいですね、キャンプしながらヨガって。あ、今回初めてですか、中曽根さん。あ、
そうですね、夜の、月を見ながらヨガっていうのは何回か開催していたんですけど、うん、ちょっと今キャンプも流行ってるっていうことで、うんうんうん、ちょっとネオスさんともご縁がありまして、うん、今日も会場をキャンプをイメージしてちょっと作ってみてはどうかというので進めていまして、はいはいはい、はい、このキャンプ流行ってるのもあるし、またさっきねオープニングで話した台風とか、今回停電すごかったじゃないですか、はい、こういった時にも防災グッズって結構活躍したりしますよね、うん、そうですね、なんかさっき話聞いたらもうランタンがネオスさんには完売在庫がないやっぱねこの防災、この電気もないところで経験するっていうこのキャンプなんだけど、それも実際こういった台風とか大きな災害の時に役立つよっていう、なんかそういうシミュレーションする場になっても面白いかなっていう感じなんですけど、じゃあ実際このグスクヨガなんですけど、中曽根さんごめんなさい、また話聞きます、はい、この担当して4年目になるっておっしゃってたんですけど、はい、この今回のキャンプ場イメージしたグスクヨガで、はい、トータル何回目になるんですか。トータル19回目になります。もう20回いきますよそうですね、20回すぐですね。でも僕まだ行ってないあれなんですって朝とか夜とかちょっと都合合わなかったので、あでも今回ですよね、お仕事帰りに来れるようにっていうことで平日にしてますね。ですよね、はい、職場の皆さんとぜひ、はい、でもちょっと鼻金なのででも美味しいものも食べれますよ。そうですフードもご用意してますので、はい、行きます。しかもごめんなさい玉木さんに申し訳ないですけど、はい、僕ヨガやったことないんですよ。あもちろん初心者でも大丈夫ですか。そうですね、私はよくヨガやるときにもう老若男女、もう一回お願いします苦手なくせに言いたかったでも本当に誰でも、はい、男性女性問わず、はい、初心者の方、うん、問わずですね来てもらいたいっていうのがコンセプトというか、うん、になっておりますので、もう初めて行った時からビシバシこのポーズとか、はい、なんか背中の後ろで合唱したりとかってされないですか。まあ、一応やるんですけど、まあ、必ずしもできなくていいよっていうことを言いながらですね、ヨガの本当に入り口になってもらいたいっていうのと、まあ、ヨガやってる人はよりヨガを好きになってもらいたいっていう思いをちょっと伝えながらやるので、 ありがたいですね、はい、松本さんグスクヨガ何回か経験してるじゃないですか。それはもう半分以上は参加しますね、はい、さすがだね。なんかポーズいろいろできます。ポーズ、いや毎回聞くんですけど、だんだん分かんなくなるんですよね、うん、なんだろう、なんか英雄のポーズみたいなあるんですよ、はい、あるんですよ、英雄、はい、英雄のポーズみたいな、ドコモとかそんな感じ。違います違います、ソフトバンクのポーズみたいなあるんですけど、ね、あ、ヒーローそっちのヒーローの方ね、はい、そっちのやつがあります。はい、でも松村さんが隣でやってたらちょっと自信つくかもしれない。え一回そうですね、中曽根さんと一緒に始末しに活連のねヨガを見に行った時があって、うん、でその男性なかなかいないからって言って、うん、ちょっと写真撮らせてくれって撮ったのがあったんですよ、うんうんうん、で久々に写真見たんですけど、うん、こいつヨガできねえだろってなんかすごいヤバい写真が、ヨガマット入るのかな、そう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 、これ1枚じゃ足りないよねみたいな格好してたんで、そうですね、一回さんにぜひヨガマット今車に乗ってるんで、あ、はい、持ってってもらいたいな。じゃあもう行きますよ僕、はい、初ヨガ。ぜひぜひ。男性一人での申し込みされてる方もいますので、はい、お友達と来てもいいですし、うん、お一人で参加されても全然大丈夫です。このグスクヨガ、ちなみにこの今回から申し込み方法もね少し変わってるみたいなんですけど、はい、どういった感じで申し込みしますか。今回チケットがありませんのでメールでの申し込みというふうにさせていただいてまして、うん、でこの、メールの中にお名前と参加人数、うん、で電話番号で一応念のためお住まいの市町村と、うん、あとフードがカレーパンと薬膳スープ、うん、これどっちか注文する個数を、うん、はいはいはい、注文準備しないといけないのでね、はい、予約制になっています、うん、
ちなみにじゃあちょっと口頭でメールアドレス今のうち紹介お願いしていいですか。はい、グスクヨガアルファベットでグスクヨガ数字100アットマーク gmail.com です。 gusukuyoga100@gmail.com はい、にお名前と人数と電話番号と住まいの市町村とフード食べるか食べないか、はい、でいいですか。はい、ぜひお願いします。お願いします。詳しくはグスクヨガのフェイスブックページねありますので、こちらの方でご確認いただいて、うん、はい、そうチラシもありますのでね、はい、見てくださいね。で玉木さん、はい、今回2回目の先生、はい、お越しいただくんですけど、どんなヨガするんですか。この朝もよくやらせてもらってるんですけど個人的に、うん、で夜はやっぱり満月が出るっていうことで、まあね、人とやっぱり月の関係性って、うん、人とっていうか地球とですね、うんうんうん、まあ、そういうのを感じさせるような、あとはまあ夜ですので、うん、あんまりこうガンガンやってハイにならない眠れなくなるからそうですね、どっちかというとまあ落ち着いて帰れるような、はい、優しい、まあ私の基本は優しいヨガなんですけど、ああよかった、はい、そういうヨガにしたいなと思ってます。うん、やっぱどうしても天候は当日ならないとわからないので ね、 そうですね、ちょっとどういったヨガになるかっていうのはわからないですけど、はいはい、まあそういった場合でもタープとか徳雑さんね、はい、ちょっと雨を避けれる、またこの雨もまあ楽しみながらという、そうですね、外ですもんね、そうですねなんかこのキャンプ用品ね、ぜひいろいろ体験してもらえたら、キャンプ場イメージっていいね、うん、キャンプ場キャンプもしながら世界遺産も見れて満月も見れてっていう、とってもお得なグスクヨガになりますので、皆さんぜひご参加いただきたいと思います。はい、でその他になんかいろいろあるんですか。松村さん、松村さん、僕さっき半分ぐらいそのグスクヨガ参加したって言ったんですけど、うん、結構な勢いで雨降ります小雨であり小雨であり 大雨であり結構な勢いで、やっぱりね山なんでね、あ雨降ったりします。うーん、なんで濡れてもいい格好で来てもらいたいなと思いますね、うん、濡れますまあね、そういったいろんな自然も経験しながら、そうですね、まあ、あと10月はちょっと寒いかどうかもあるんで、ね、ちょっと分かんないんで、羽織れるものもね、うん、お持ちいただいた方がいいのかなと思いますね、うん、じゃあ中園さん、改めてこのグスクヨガの日にちと時間とお問い合わせ連絡先ちょっとお伝えお願いしていいですか。はい、今月10月26日金曜日になります。受付は17時半から、で開始が18時半です、うん、はい、中城場跡にて行いますので、ちょっと駐車場数が限りがありますので、乗り合わせで来ていただければありがたいです。お、ありがとうございます。せっかく来ていただいてるので、玉木先生と徳雑さんからも一言ずついただいてもいいですか。はい、はい、先に、はい、そうですね、実はですね、うん、キャンプはですね11月からがですね沖縄の中でベストシーズン。あ、そうなんですか。そうなんですよ、やっぱり10月まで台風も来ますし、はいはいはい、やっぱり日中ちょっと暑かったり、まあ、今回は夜ですけど、はい、まあ、これから涼しくなってくるので、うん、キャンプ用品欲しいなっていう方も多分いっぱいいると思うんですよね。ですね、いますね。そういった方々がですね、なかなかテントとかタープとかが立ってるところって見ることない方もですね、うん、ぜひ来て実際に見ていただいて、うん、雨降ったら中に入っていただいてですね、うん、ぜひネオスに来ていただきたいと思ってます。あ、ありがとうございます。はい、はい、私の方もですね、まあ、グスクヨガでこのアウトドアでヨガを楽しんでもらいたいっていうのはあるんですけども、うん、ニュースのキャンプイベントで朝ヨガなどもさせてもらってまして、キャンプとヨガっていうのは結構推してましてはい、そうなんですよ。なので、まあ、そういったエッセンスもちょっと楽しんでもらいながら、うん、やっぱりこのもっと皆さんアウトドアを楽しんでいただきたいということで、ネオスに来てもらったり、うん、この外のヨガをもっともっと楽しんでもらいたいなというふうに思ってます、うん、はい、よろしくお願いします、はい、で終わりに行こうと思ってるんですけど、もう少し時間がせっかくあるので、はい、ちょっとネオスの
いろんなイベントの紹介お願いしてもいいですか、徳里さん、はい、ありがとうございます。今ですね、間近に迫っているイベントがございまして、うん、10月の12日に、12日金曜日ですね、はいはいはい、10月12日はもう過ぎてますね。今日17日ですよ、徳里さん。失礼しました。それを終えた後に11月もあるかもしれないです。はいはいはい、ネオスがある場所がですね、浦添の牧港っていう場所になりまして、はい、その牧港からじわじわですね、盛り上げていきたいということで、金曜日の夜に走ろうっていうですね、フライデーナイトランっていうのを、フライデーナイトラン町なとっていうのも企画しておりまして、はいはい、月に1回どこかの金曜日でですね、軽く走った後に近場の飲食店さんにご協力していただいて、まあ結局飲みたいと思いますね。なので走りたいだけの人じゃなくて飲みたい方ももちろんですし、はい、全然走ったことないっていう方も、うんうんうん、ぜひ参加していただきたいイベントです。いいっすね、いいっすね、はいはい、まあ、走って、あと飲みがメインじゃないですよね、走りがメイン。そうです、表向きは飲みが表向きは走りがはい、そんないろんなネオスさんのイベントがありつつ、はい、でカヤックとかサップの体験会も行ってるってことで、開催日は10月21日ですね、はい、これは場所は大島ですね、南城市の、あ、玉木さんの庭じゃないですか。そうです庭ではございます、庭ではございます、はい、ね、なんかこんな外で遊ぶこのアウトドア系って結構流行ってきて、お客さんも増えてる、そうじゃないですか、はい、こちらの方はもう10月の21日と11月に前半のところで一度やったらもう来年になっちゃいますので、あと2回しかチャンスないですね、カヤックの体験会は、こういった情報っていうのはどういったところで取れもらえるんですか。はい、ネオスの LINE も最近開設しておりまして、はい、QR コードを読み込んでほしいんですけど、もちろんホームページとかネオスの Facebook ページ、インスタグラム、試行錯誤しながら発信してますので、どれか見やすいところから見ていただければと思います。はい、ぜひネオスさんとっても今盛り上がって、じゃあこのちょっと急に突然最後の質問させてもらっていいですか。はい、このグスクヨガ、このネオスさんも今回参加してくれるんですけど、はい、グスクヨガ行ったよってネオスさんに言ったら何かもらえたりしますか。もらえそうですね。そうですね、考えましょうか。まずその前に会場で、ブースみたいなものを作らせていただきますので、そこに来たら、何かしたらそこでもらえるのか、もしくは そうですね、そこで発信して、お店で何かもらえるのか、うわ、ちょっと考えさせていただきます。グスクヨガ特典いいんですか。大丈夫です。イエーイ、ありがとうございます。中園さん、いただきました。ありがとうございます。ネオス本当にいろんなイベントやってるので、このイベントからの店舗に来てもらうっていう兼ね合いもやりたいと思ってたので、あ、嬉しい、やっていきましょうね、はいはい、助かります。はい、はい、ということで本日はグスクヨガから、北中グスクソン役場中曽根さんと、そしてヨガの先生でいらっしゃいます玉木瑠衣さん、はい、そしてそのキャンプ場をこのいろいろ準備していただく徳里さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、松本さん、はい、いただいちゃった。まだいただもらえるかちょっと分かんないですけどね、なんかあれですね、考えてくる台風とかいろいろあって、だいぶ久々の収録だったと思うんですよ、下手くそになってるなと。まあなんか相変わらずのね、この生めちゃぶりですね。ちょっとなまってましたね、ちくしょー。まあ、まだまだもらいましたからね、そう楽しみにしていただいて、うん、今回本当にグスクヨガあって、今までやったことある方も本当に毎回数増えてきて、リピーターの方とかもいらっしゃるんですけど、結構ね、今回は新しい挑戦を
来てますんで、うんうん、まあ、ぜひね、参加の方法もちょっと変わってますんで、そちらもおさらいしながら、うん、ぜひこの満月を、ね、見ながらのヨガお願いしたいと思います、うん、でさっき僕はちょっと雨降りますってネガティブなことも言いましたけどスーパームーンとかの時は必ず見れます。これ僕絶対見てます。雨でも、はい、見てます見てます、すごいですよ本当に。へえ。初めの時はこの月をバックにしてしまったばっかりに、うん、このヨガを先生見てるんですけど後ろに月があるから生徒さんたちはこう後ろ見たいんだけど先生見なきゃってなってクレームが来るでスーパーもう一回来た時にはこの場所変えたんですね。なるほどね。もう月見ながらできるように、うん、もうすごかったですスーパームーン。もうみんなスーパームーンの力もらいたい、ね、もらいたい、うん、本当に、まあ、先生からも力もらいたいんだけど、そうですね、ムーンさんそうそうそうムーン先生からももらいたいし、今回ムーンじゃないかって来てますんでね、いやー、楽しみにしていただいて、はい、うん、またこのキャンプ場をね、そうですね、イメージしたってことで、うん、まあ前プロがキャンプのプロが徳田さんがいるの で、ね、プロがいるからもう何でも聞いてくださいよ。今まではなんかねちょっと中途半端ってあれですけどね、ランタンを置いたりとか、うん、このティピみたいなテントみたいなね建ててたんですけど、うん、まあ僕ら素人がやってましたよ正直。ああ、でも今回はねネオスさんやってますんで、あのネオスさんあのネオスさんがやってますよ。もうすごいですよ、もう、まあ、世界のネオスさんの置き方から角度からが違いますからねそうだね、楽しみにしていただいて、このまあ周りも明るくするんですけど、はい、この世の中を明るくするトークが徳里さんに、徳里さんにありますので楽しみですね。会場でぜひ、はい、徳里さんって誰ですかって探してもらって、でいろんな力をもらっていただきたいなと思いますので、ぜひ当日お越しいただきたいと思います。はい、はい、それでは本日もこの辺でお別れとなります。はい、はい、ありがとうございました。思い残すことないですか。はい、もう最後アドル上げていただいて実際このさっきも話したんですけど、ラジオはもう終わってはいるんですけど、実は Facebook、YouTube まだ止まってません。あ、なんまだなんか最後に言い足りないことがあれば、最後の PR を最後お願いします。今一度ここで喋る Facebook の、はい、じゃあグスクヨガフライヤーと後ろに大きなポスターも貼ってますので、お、フード屋さん。フード屋さん。あ、マイクは入ってません。あ、マイク今入れました。マイク入れても意味がないんですけど、はい、どうぞ。マイク、どうぞ。はい、この日はアイルベーダーの先生が東京から来て、体質別にチェックができる、ちょっと座学の講座もありますので、アイルベーダー興味ある方はぜひ楽しみにしてください。じゃあ長澤さん最後に老若男女にアーユルヴェーダやばいやばい絶対かもやつあとフードも、はい、フードが、うん、今回中曽根さんとお話をしてて、うん、このフードも欲しいよねっていうことで、あのヨガといえば、うん、なんかカレーだろうみたいな話になって、ちょっとカレーをテーマにしたということと、あの、まあ、ヨガとこのアーユルヴェーダっていうのがすごい密接な関わりなので、アイルベーダーからのちょっとこの薬膳スープ、薬膳を使ったスープを、ブラウンシュガーというところを代表されてます神谷さんにですね監修いただいて、オーガニックの素材を使った、うん、北中グスクさんの冬瓜も使ってもらいながらの薬膳スープをお願いしてます。で、ご本人来てくださって振る舞ってくださるそうなので、何かこの薬膳とかそういうのに聞きたいことがある方はですね、皆さんのお話も実際に聞けるということです。それと、まあ、カレーつながりということで、うん、あのちょっとカレーの師匠に相談したらですね、師匠もカレーグランプリを取った、うわすごい、あのレストランコバというところの紀の湾にあるんですけど、いやカレーをちょっと提供いただくということで、うん、今回特別にですねパンにしてくださり、はい、グランプリを取ったコバの豚キーマカレーっていうこの絶対うまい入ったですねカレーパン2種類、カレーパンとカレーナンですね2種類ご用意してくださっているので、これは予約、事前予約をして注文していただきたいと思ってます。あ、販売になるんですよね。そうですね、予約制の当日販売になります。徳田さん、はい、アーユルヴェーダって何ですか。
アーユルヴェーダはですね、詳しいよ詳しくはこちらなんでます、嬉しばってるOK ですね、はい、じゃあということで、はい、ありがとうございました、ぜひお申し込みください。